宗本山金剛婦寺改装崩壊事務局課長、矢部邦彦さんよりご挨拶をいただきます弘法大師空海、お大師様が、高野山をお開きになられて1200年という記念すべき年でございます。この記念すべき年に映画を作成いただいたり、また、高野山の方でも特別な祭事を催しております。 その中の一つに、えー、突起すべきことといいますのは、1200年もの間、一度たりとも、御開帳、御開費ですね、をしたことのない、高野山の総本堂、本堂という建物がございます。その本堂の御開費を、この1200年を記念してさせていただいております。えー10月 にもそのご回避を行う予定でございましてぜひこの機会を逃すと小屋さんに何度となく行っていただいている方もそのご本尊様と直接お触れいただくことができないかもしれませんそういった特別な祭児も小屋さんの方でも準備をさせていただいております本日は改装1200年を記念して秋に公開される 映画僕は坊さんの原作者で、四国八十八ヶ所霊場第五十七番札所。永福寺の住職、白川美生さんにもお越しいただいております。白川さん、どうぞお上がりください。よろしくお願いいたします。それでは、一言ご挨拶をお願いいたします。今日はよくようこそおいでくださいました。四国から、参りました。 えー、A 福寺住職の白川美世です、えー、この僕は坊さんという映画の原作者として今日はお邪魔させていただきましたどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさて今お話にもありましたが今回ご自身の体験記が元になった映画が公開されるということで今のお気持ちいかがですかそうですねあのー、やっぱり 本の中ではなかなかこう言葉で描ききれなかった美しい風景だとか田舎の葬列のシーンだとかまた高野山の美しい雄大な宗教的な景色だとかやはり映像でしか伝わらないことっていうのもあると思うのでその辺りもう瞬間的に伝わる映像の方でも皆さんにお届けできるというのはやはり原作者としてやはりすごく嬉しかったですね。 はい、あの映画に至るまでの経緯というのは、どういったことだったんでしょうかそうですね、この僕は坊さんというのは、あの坊さんというタイトルで、もともとほぼ日刊糸と新聞という、糸井重里さんが主催されているホームページで連載を230回を超えてしていたものなんですね、でそれがあの、まあ、連載が終わって、見しましたというとこから、僕は坊さんという本になりましてで、その本を読んでくださったアンドプロデューサー このの映画のプロデューサーの方が本を読んでくださったところで、まあ、映画としていけるんじゃないかということで今回の企画になりました。ということで今日はその映画「僕は坊さん」で白川さんがモデルの主人公進む役を演じられました俳優の伊藤淳さんそしてヒロイン京子役を演じられました山本美月さんもスペシャルゲストとしてお越しいただいております。どうぞご登場ください よろししくお願いいたしますそれえ皆さん、今日はお忙しい中、足を運んでいただきまして、ありがとうございます。えー、今回、このえミセさんの主人公、進む役を演じさせていただきました、伊藤です、えー、まあ初めてのお坊さんということで、僕も身の引き締まる思いで、撮影に臨ませていただきました。今日はよろししくお願いします,お願いします 皆さん今日はありがとうございます。えっ、ー、と進むの幼馴染の京子役を演じさせていただきました山本美月です。今日は短い時間ですがよろしくお願いします。はいありがとうございます。それでは皆さんどうぞご着席くださいませ。それではここから先はフォトセッションまでフラッシュ撮影の方はご遠慮ください。どうぞよろしくお願いいたします。さて伊藤さんには本日劇中の、はい。 役の格好でお越しいただいたんですが、はい、久しぶりにお坊さんの格好を撮影が去年の11月だったのであの、まあ、約9か月ぶりぐらいにあの今日、実際にあのメイクをしてですねであの衣装はですね今回あの、実際にミッセさんと僕の。 体格というか身長などがほぼ一緒ということでちょっと実際にお借りしたのを今日は着させていただいたんですけどなんかやっぱりこう身の引き締まる思いというか,なんかこう背筋がすっと伸びるような感じがしますね、はい、なるほどやっぱりこの格好をされるとご気分違いますすかそうですねなんかあの基本的にこう楽な格好ができないというか、まあ、やっぱりこの格好もそうですし なのでなんかこう背筋を伸ばしてないとなっていう気がします。はい、そうですか。じゃあ今日のあのトークイベントの間はずっと背筋をピンと伸ばして、そうですね。はい。はい、ピンと伸ばしておと思います。<laughs> はい。はい、お願いいたします。はい。さてあの伊藤様の映画の中でお経を読み上げるシーンなどもあったんですが、はい、白川さんが指導に入られたと伺いました。白川さんは伊藤さんのお坊さん役いかがでしたか。そうですね。あのやはり。 普通の人はお坊さんの役をやったことがないので大変だったと思うんですけれども、まあ、事前に福寺まで来ていただいてお経の練習をしていただいたり、はいえー、僕の動画をちょっと見ていただいたりだとかそんな形でえやってくださってまたていうかどこかのシーンで、まあ、そんなに入れ込んでやらなくてもお坊さん以外は見ても分からないですよって僕言ったんですけれども、はい、その時に伊藤さんがあの。 お医者さんの役をやるときはお医者さんが見てもおかしくないように、まあ、お坊さんの役をやるときはお坊さんが見てもおかしくないようにできる限りしたいということをおっしゃってて、まあ、そういう気持ちでやっ,ぱりやってくださってるっていうこと自体があのすごい嬉しかったですね。